第3回全国キリスト神と大神牧会、松山隆義昭和10年1月4日は、日本の国学者、牧師、文語訳聖書の翻訳に関わった、日本における賛美歌事業の草分けである、1846年に越後国糸井川で生まれ、国学者、平田鉄種に学ぶ、京都の白川科学館で、国史律令を江戸の黒川りの下で、 国文学を収めた。1872年、キリスト教排斥を志し、その実態を探るために、神戸のアメリカンボード宣教師 DC グリーンの日本語教師となったが、改新して1874年に洗礼を受けた。この時受選した松山ら11名は、摂津第一キリスト教会を設立した。組合教会系の信徒としては最も早くから、 新島譲ると信仰があり、新島がアメリカから帰国した際に、譲るは、譲ると孤独される恐れがあるとして、上渡改めるように忠告したと言われている。1883年には上京して、東京新会協会で行われた第3回全国、キリスト教神と大親牧会の幹部として活動した。その後、奥の摩ならともに、新約聖書と旧約聖書の翻訳と、 新鮮三美歌古今聖歌集の編集を行った。自ら三美歌の作詞も行い、恵みの神三尾化59番を作詞した。この三美歌は、内村勘蔵の愛称化になった。神戸女学院、同志社小学校、平安女学院で教師を務め、さらに、神戸教会の牧師、日本キリスト伝道会社社長、同志社社長代理などを歴任した。 1896年平安女学院の教師となった際に成功会に転校したが、同志者との関わりは生涯にわたって続いた。墓は京都市左京区の同志者墓地にある。ありがとうございます。